私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンプリ平野紫耀が夜中のホテルで怪しい行動？共演者へのサプライズが可愛すぎる。映画、ウィラブの完成披露試写会が9日に都内某所で行われ主要キャストのキング&プリンス平野紫耀、桜ひな子、玉木ティナ、磯村優斗、桜田ひより、伊藤健太郎と佐藤雄一監督が登場。撮影裏話やそれぞれの印象を赤裸々に明かした。幼馴染でお互い大好きすぎて、好きって言えないこじらせまくりの凛、平野紫耀、という羽根、桜ひな子が二人を取り巻く友人たちと繰り広げる、素直になれない幼馴染たちの究極こじらせラブストーリーとなっている本作。平野らキャスト6名が客席から登場するとファンからの黄色い歓声が次々と飛び、会場は一気にヒートアップ。冒頭、演じた感想を聞かれた平野は、僕が演じた凛はド S な役なんですけど、僕は S でも M でもないので、女性に対してゴミっていうのは心が痛いなと思いながら演じました。とド S こじらせ男子を演じることに心を痛めていたことを明かした。ヒロインユイハネを演じた桜井は、私はユイハネのようにホワホワしてないし気も弱くないんですけど、自分と新逆のキャラクターは演じがいがありましたと語った。撮影中の雰囲気について聞かれると、桜井は平野くんを筆頭に常に笑いが起こっているような現場で、自然とみんなの距離感も縮まりました、と、岡山での撮影を振り返った。完成披露試写会でも、平野の一挙一動を共演者監督でいじり倒し、常に笑いが起きるような、ワイワイとした雰囲気で、チームワークの良さを見せつけた。会見の途中で、ステージに仕掛けておいた風船が爆発するハプニングが起こると、平野が真っ先にオーラーリアクション。その平野の反応に驚いた出演者からクレームを受けるなど、平野を中心に笑いが絶えない会見となった。撮影時のエピソードを聞かれた磯村は、クランクアップの後、夜中にホテルで過ごしていたら、ドアの下から急にお菓子が出てきて、急に何だろうと思ってショー窓を覗いたら、紫耀くんがすっとお菓子を部屋に入れていたんです。目撃した瞬間、なんて可愛いやつだ。って感動しました。と平野の天然ではないほっこりするようなエピソードを披露。平野は見られていると思わなかった。バレてないと思ってた。恥ずかしそうな表情を浮かべた。また、ウィラブの一肌あれだ？のコーナーではお題に該当するキャストを札で挙げるクロストークを展開。こじらせの一肌あれだ？の質問で一番共演者の票を集めたのは平野。一方平野自身も自分の札を挙げたため理由を聞かれると、今僕腰痛でして、腰痛をこじらせているんですよ、というまさかのこじらせ違いの天然回答に共演者も会場も大爆笑。天然キャラを挽回しようと、僕喋ってると天然だけど歌ったり踊ったりするとあいつかっけーってなるんですよと自らフォローをするも、自分で言った笑いと共演者監督からまたまた爆笑されてしまうシーンも。会見の最後に映画への意気込みを聞かれた平野は、平成最後のキュンキュンは僕たちで飾っていきたいと思っていますと力強く宣言。注目の若手俳優女優が勢揃いした胸キュン騎士のウィラブ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。